はい、短期決戦です。5月9日8時41分です。第1276回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6、過去6回から傾向を見ると、6回中2回が9、10、11、37、42、6回中2回1回ボーナス数字が4で、今後4回、ロト6過去2回とミニロトとロト7から傾向を見ると、4回中2回が1、7、31で、過去6回抽出数字はこれ、今後4回抽出数字はこれ、合体させるとこれで、連想展開、前回の数字を並び替えてその隣をオレンジ色で示したのがこれで、2、4、6が出やすい、5が別番、5ね。全抽出数字、緑色で反転させたのが2回以上出てる数字、出てない数字が2、6、8、16、17、25、29、43、挟まれた数字が35、気になる数字が17で、3公開、今後4回が3公開で、予想していきましょう。1と5と、2と、1出ないかな。5、5、2、2、7、7、8、8か、そんな感じかな。9来るかな。1、5、5、7、17、24、24、最近出てないからな。23、31、37、こんな感じかな。43、34、結構大変だな。なんかよくわかんないな。何が出てんだって。2と4と6、5、2、4、6、5、1、2、4、6、5、2、4、6、15、41、35、あ、これいいかもしれないな。これ買おう。2、4、6、7、12、16、23、35、
古いかもな。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。あ、なんか上がってきたよ。